倉島陽介総監督に来ていただきました。まずは見事な勝利おめでとうございます。ありがとうございました。今日の勝利でチームは3連勝、そして3位に浮上しました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、まあ、3位に上がったっていうよりまだ中盤戦なんで、まあ、どれだけ今後の試合も選手たちがいいプレーをすることが上位に上がっていくための一つだと思いますので、まあ、一つ一つの試合をしっかり勝ち上がっていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ、今日は本当に白熱した展開となりました。今日の勝利の要因はどこにあったと思われますか？要因は、まあ、昨日の夜に徳島ラーメンをみんなでしっかり食べたので、今日いいパワーが出たんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ最後に、今日は徳島県鳴門市、この徳島ラーメンが美味しい街での、ゲームでした。遅くまで残っていただいた、会場の皆さん、そして配信をご覧のファン、サポーターへの皆さんへ熱いメッセージをお願いします。そうですね、なかなかこの鳴門の方まで来て試合することが今までできなかったんですけども、この数少ない試合の中で木下マイスター東京がいいプレーできたので、観客の皆さんに素晴らしいプレーを見せれたことが、まあ、何より今日は嬉しかったなと思いますし、それが勝利につながったので、また次回来る時もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。倉島監督ありがとうございました。